ジャパンネット銀行のトークンカード型トークンセキュリティトークンとはコンピュータサービスの利用権限のある利用者に認証の助けとなるよう与えられる物理デバイスのことである。セキュリティトークンの多くはポケットや財布に入れて持ち運べるほどのサイズで利用者のキーチェーンにつけられるように設計されているものもある。カードサイズのトークンには暗証番号を入力するための小さいキーパッドや ワンタイムパスワードを表示する小さな表示部を備えるものもある。また、USB 端子に挿入して使用するものもあり、その場合は市販の USB メモリのような小型のものが多い。トークン内部にはデジタル署名の署名鍵や指紋のような生体認証のためのテンプレート情報などを記憶するものがある。トークン内部に秘密情報を格納する場合には、 タイタンパー性を有するパッケージに収めるように設計されているものもある。トークンにはとてもシンプルなものから複数の認証方式を含む複雑なものまである。多数のベンダーが各々独自の製品を提供していて特許を受けているものも多い。デジタル署名が通常の手書きの署名のように信用されるためには署名を作ることを認可されている利用者だけが デジタル署名を生成する署名鍵にアクセスできることが満たされている必要がある。署名鍵の生成と保管をトークン内部で行えることは安全なデジタル署名を可能にし、また署名鍵は利用者の識別情報の証明にも使えるのでユーザー認証にも使用することができる。トークンを使って利用者を識別するためには全てのトークンがある種のユニークなナンバーを持たねばならない。 法律では、基金が振り込まれる銀行の口座番号に基づく、銀行業務を認証する場合などのケースでは、トークンにキーボードなどのユーザーインタフェースを持たないものは、デジタル署名に使用することができない。エンタープライズシングルサインオンのような、いくつかのタイプのシングルサインオンソリューションにおいては、シームレスな認証や、パスワードフィリングを持つソフトウェアを格納するのに、トークンを利用する。 パスワードはトークンに格納されているので、利用者はパスワードを記憶する必要がなく、そのため、より安全なパスワードを選択することも、より安全なパスワードを割り当てられることも可能である。ワンタイムパスワードには、ログインごとに変化するタイプと、設定した時間が経過した後に変化するタイプがある。ログインごとに変化する、ワンタイムパスワードログインごとに変化するタイプの、ワンタイムパスワードには、 秘密の共有鍵を初期値として前のパスワードから新しいパスワードを生成するために暗号論的なハッシュ関数のような複雑な数学的アルゴリズムを利用するものがある。オープンソースのオースアルゴリズムは標準化されているが他のアルゴリズムは米国の特許になっている。時間同期ワンタイムパスワード時間同期ワンタイムパスワードは設定した時間間隔ごとに絶え間 なく変化するこのためには、クライアントのトークンと認証サーバーはある、種の同期が存在しなくてはならない。非接続型のトークンは、トークンがクライアントに配布される前に、この時間同期は完了しており、他のタイプのトークンは、トークンが入力デバイスに挿入された時に同期を行う。Bluetooth で通信可能なタイプ。USB 端子も付いていることが多く、 Bluetooth が利用できない時でも USB を介して通信をすることができる。TFA ツールの新しいカテゴリーにより PC ユーザーの携帯電話をトークンデバイスに変換することができる。セキュリティトークンが携帯電話にインストールされているか、SMS メッセージ交換を使うか、あるいは対話型の電話通信を起こすか、あるいは HTTP あるいは HTTPS のような標準的なインターネットプロトコルを使うことで携帯電話認証トークンになり得る。このような方法は実装を単純化してロジスティクスのコストを削減し、そして別途ハードウェアトークン装置を導入しなくて済む。SMS を用いる場合はテキストメッセージや WAP、HTTP サービスのために料金が発生するかもしれないが、 バンド外の認証解決は PC ベースの黄色側のような脅威に対抗することができる。無線ベースの一回限りのパスワードシステムはトークンと全く同じような中間車攻撃を受けやすい。中間車攻撃を阻止するためには強い相互認証が必要である。また一部の企業は標準的なクレジットカードにセキュリティのトークンを取り入れることに成功している。現在、 最も普及しているタイプ。他に機器が不要というメリットがあるが、一方で、バッテリーの寿命が10年間使用できる、USB 型と比べて3から5年と短い。費用を抑えるため、バッテリーのみを交換できるタイプもある。ノートパソコン用のトークン。厚さの薄いタイプ2の PC カードがよく用いられる。スマートカード型トークンは、他のタイプと比べて費用が安いが、その反面、 耐久性が弱いため、寿命が短い。コンピューターでの接続規格として普及している、USB 端子を使ったトークン。費用が安く、特別な機器が不要なのが特徴。主要メーカーの製品、スマートカード USB 型は、スマートカードチップを備え、スマートカード USB の両方で通信できる。幅広いセキュリティに対応し、特別な機器が不要。また、 スマートカード本来の機能、セキュリティを使用できるのも特徴である。OS 側から見ると、このトークンは、USB で接続されたスマートカードを内蔵するスマートカードリーダーということになる。使用メーカーの製品、特殊な用途を持っていたり、写真付き ID カードとして使用できたりするものもあり、携帯電話や PDA をセキュリティートークンとして使用することもできる。 また、ブーリアンソフトは、およそ、クレジットカード代の CD トークンを提供している。一部のエンタープライズシングル、サインオンソリューションでは、セキュリティートークンを使用している。セキュリティートークンは、二要素認証及び、多要素認証ソリューションにおいて、ワッュハブコンポーネントを提供する。最も,もシンプルなセキュリティートークンは、コンピュータへの接続を必要としない。クライアントは、 要求された時にトークンに表示されている数字を入力するだけである。そうでないものは、Bluetooth のような無線技術でコンピュータに接続する。また別のものはコンピュータに挿入する。この場合は、適切な入力デバイスを用いてトークンをコンピュータに接続する。ユーザー ID を入力するすると、トークンのタイプに応じて、コンピュータの OS は以下の動作をする。 トークンに関連した応用例の一つとしてハードウェアドングルがあり、これはソフトウェアの所有権があることを立証するために一部のコンピュータプログラムが必要とするものである。ドングルを入力機器に装着すると、そのソフトウェアは問題のソフトウェアの使用を認可するための愛、応装置にアクセスする。PKCS t RSA Standards PKCS11&PKCS 十五でファインソフトウェアインターフェイセス、スペシフィケーション4インテグレーテッドサーキットカーズ、インターフェイスデバイセズ。ありがとうございます。